死なないように頑張ります。よし、渋滞です。タルミやタルミジャンクションで日本一大きいジャンクションだった。そういうことなん、日本一なん。あ、面積がでかいらしい。36万平方キロ。あれってなったなったなった。意外と短い。意外と短い。もっと。重いじゃん。どこまで撮ってんの？え？まだ撮ってんの？まだ撮ってんの？いいよ、撮っていいよ。え？いいよ、撮っていいよ。どこの？重いね、このカメラ。なんでやん、ここ持つね、ここ。重いこれ。こうやったら重いよ。これで重かったら。これこうしたら重くない。うん。あ、取りやすいよね。ちょっと待って。こうしたらさらしんどい。高い高い。高いのこれ。高い。バイトで買ったの。うん。文字も入ってんの。え？あと文字も入ってんの。入るよ。多分ここに映ってるやつは全部入る。あ、あれサービスエリアの観覧車だ。はいはいはい、サービスエリアこれ入っていいのこれ。いいんじゃない、いいんじゃないの。あ、こっちピーって書いてある。観覧車あるんだよね、サービスエリア。ハイウェイはそっち。叫びたいな。朝の7時からご利用いただけます。よろしくお越しください。いいね。飲みまくれる。はい、というわけでね、淡路島のホテルにやってきま、はいはいはい、やってまいりました。なんかニューアワジの系列らしい。なんかね、撮ろうと思ってもニューアワジ撮れへんかったから。はい、じゃあまずですね、こちらに部屋紹介をしていきます。お布団がね、ベッドが立ってます。でね、こちらに畳のお部屋があります。なんか寝るときはここにお布団も敷かれるらしい。はい、で、はい、見てください。テレビはソニーのブラビアでございます。はい、いいですね。ネットフリックスボタンとかですよ。あ、ちょっと古いタイプですね。うん、ちょっとあれですね、多分液晶、あ、多分フルエッチですね、これは。はい、ビクターのよくわからないコンボもあります。はい、Bluetooth 接続はできなさそうです。できんのかな。できたらごめん、無理そうはね。はい、ちょっとね、家電は古めですね。はい、ディスになって、あ、コインの器があって、でこちらにね、冷蔵庫があるみたいですよ。はいはい、まあね、ビールとかね入ってますね。はい、水とかもありますね、お菓子とかね。はい、こっち行きましょう。こっちじゃないか。はい、こっちはですね、おっ、俺もわかんない。おトイレね、すっごい、扉の開き方やばくね。これこう、わかる、こうすれば、なんか、ちょっとすごいね。はい、おトイレ、おー、いいっすね。自動で開かないの、すごく綺麗でございます。
終わって。はい、こちらにやってました。はい、こちらね、洗面台になります。はい、で、まずはい、見てみましょう。はい、わからん。うん、アフターシェバージョン、フェイフェイスフェイスケアミルク、ヘアリギット、ヘアトニック、何がちゃうねん、全部一緒やん。ちょ、ごめん、ポーラさん怒らんて。お、ドライヤー、パナソニックかシャープやったらまあいい。お、パナっすね、いいいい、怒らない、いいいいですね、はい。あ、ちょ、待っちょ、 ND フィルターにしちゃってた、ごめん。パナ、パナっすね、お、いいですね、パナソニック。ちょっとよくわかった。ナノイ、ナノ、お、ナノイ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 、よし、ポイントが高い。ちょっと評価が上がりました。ちなみに、よし、こっち、こっちならね、露天風呂、お、スライドの引き戸ですね。ちょっと踏み入れていきましょう。お、おー、なんと、まあ、この淡路島からの、おー、露天風呂でございます。いや、これはね、素晴らしい。屋内露天風呂は神。はい、 いいですね。奥ちゃんにはなんかかかしがあります。はい、外にね、それね、空気清浄機もナノイー。いや、ここはね、パナソニックとソニー信者だし。よし、外に行ってみましょう。はい、なんで、ここはテラスになっております。おー、眺めがいい。お、最高でございます。見てください、この、おー、もう淡路島からのこの景色を一望できる眺めでございます。いやー、最高ですね。泳ぎたい、泳ぎたいです。はい、こちらはね、こんな感じで椅子もあってですね、こんな感じで座って、ここでワーケーションすると。ここでこう海を見ながらみんなでプログラミングと動画編集と写真の現像する。いや、いいですね。みんなで来ようぜ。はい、部屋に戻ります。はい、こんな感じでございます。いや、こんな感じでね、部屋紹介はこんな感じです。あー、イエーイ。やっぱもらった商品券でお酒を買いました。イエーイ。すごい、なんかいいね、雰囲気が。さすがニューアマズ系列グループ。うん、超いいサービスやね。いや、淡路ビール、マスクを借りよう。言って、せっかくなんで。いいね。しっかり取っといて、手。マスメ大丈夫で、マスメそのままで。うわ、タイさん、タイさん、はいよ。おー、うまそうです。カンパチとね、はい、ウニさんも。おー、あいよい。美味しそう。すごい、これタイさ、こう尻尾を立てるためにこう大根を使ってさせてるっていう。さっきから初めあれ大根だ。大根を使って尻尾を立てする。いいね。大根どう使ってんの？こうだから台に使ってる。あ、よくあんの。ありそうやね。まあ、ありそう。こちら半日の麺料理ほうらく焼きでございます。真ん中は青島さんの鯛と伊勢海老と青海老でございます。こちらのレモンタルタル風味噌汁と生姜醤油にお軸で召し上がりいたしませ。はい、おお、すごい、いいね。
味しそう。美味しそうです。タイの何かだそうです。これね、アラダキ、もう器の装飾が綺麗でございます。はい、いいね。お、いいですね。ちょっとこう蓋の裏側もほら綺麗に装飾されてあ、なるほど、綺麗。いいな。ちなみに今日の電気はこんな感じで、ライトはこんな、はい、こんなところに、あ、見た、こんなところにお肉があるね。この目の下、目の下、この人のお肉が美味しい。今日のライトはこんな感じでございます。こう丸いガラスの中にこうね埋まってる感じ、ちょっと変わってるかもしれないですね。はい、まだ受けた反応タイなんですけど、どっちが口でどっちが頭かもう分からん分からへん。こっちが口、いや、むずい。こっちが口か。はい、かわいいです。ほら、もう透き通ってるやん、タイが。ほらだね、綺麗、透明度が高い。いいね。不動側ぐらいの透明度がある。ネギなんかも入れるね。 え沸騰。野菜をね、入れていきたいと思います。まずね、このえのきとね、よくわからない白菜かな、はい、全部ね、入れたいと思いますね。あ、この硬い芯の方をね、先に入れとこう。よし、完璧やね。はい、しいたけも入れてね、はい、全部入れよう、全部。はい、玉ねぎをね。ケチや、なんか料理にも全然興味のないような女の子やったらあかんやんな。いいよ、別にいいよ、全然。そうなの、うん、あの付き合ってる子今いないいないよフリーランスの方が自由にやっていけるからね。自由やな、そうやな、楽しいよな、うん、まあでも俺が誘う子って大体普通になんか共通の趣味があったりする子やから、そう、割と、うん、美味しいわ。美味しい、お出汁美味しいね、うん、すごい、お豆腐がすごい、絹じゃない、そう、あったりしてる、普通お鍋に入れる豆腐って木綿とかが多くない、そうでもないか、そうでもなかった、はい、そうでもないみたい、大体普通木綿やけど、やんな、これ絹やろ、そうやな、ちゃうな、そう、ね、全部入れてね、はい、いいですね。はい、タイがね、いいね。これね、マナーが悪いからやめようね。これもダメだと出してみやこれ、こういうの一回も使ってないからかわいそうやね。かわいそう。はい、ということでタイを食べてきたと思います。はい、お、いいね、美味しそうです。はい、うん、うん、うまい、うまい、ほのかにね、だしの味がね、ついて美味しいです。淡路牛のしぐれ煮と漬物と米です。はい、かわいいです。美味しそう。梨のなんかとザクロ抹茶のなんか、いや、ザクロ、抹茶のなんか、ムース的なザクロ、美味しいね、上に乗ってるのがザクロらしい、うん、それね、こんなんもないよ、バリこうしてね、切ったら、あ、こうやって、おお、いいね、うん、だから片とこ持ったな、うん、あ、いや、そういうとこやな、うん、うん、俺ね、いいと思うわ、うん、食べ方ね、綺麗な人素晴らしい。でも俺もめっちゃ気使うで、あのレストランとか行ったら、うん、食べるとき、うん、めっちゃ気使う、うん、ちゃんと綺麗に食べようって精神を持っているよ、偉いな、うん、やっぱりそういう食べ方が綺麗な人の方が魅力的に見えるやん、普通に、みんなな、音食べんと食べん、音食べへん、こうやって音立てんと食べへん、実弾するらしい、うん、はい、ではこちらの淡路ビールを飲んでいきたいと思います。はい、線をね、拭きますね。よいしょ、見て、こいと、この鳥、
ヘッドホンしたらヘッドホンがこのって思ったら奈良時代の髪型やったっていう。奈良時代からラムネってある。